お、始まった？始まったっぽいね。お、アンリアルエンジン。あー、で、なんかね、今回ボディカム風なんだよね、また。あ、そして、あ、脱獄囚がいる？ただ、その囚人が、この精神病院に収容されていたから、それをなんか捜索する？あ、始まった。あーで、このフロアで脱獄囚を見つけないといけないんだって。あ、始まったね。あ、いける。あ、で、このまさにこの喋りかけてきた人が見てるんだってね。あ、で、ちょっと待って、感動が。で、いいね、このボディカム風。そして銃持ってる。いきます。撃っちゃえ。あ、これさ、弾あんのかな？リロードはない。あ、右クリックでリロード。あ。撃てるぞ、これ。やばいぞ。しかも、なんか無限っぽいな。で、あ、走りないね。あ、あれだね。画面の縁に黒いのがあるっていうことはカメラでやっぱ撮ってんだ。で、走りがないんだよな。しゃがみもない。で、どっちだ？こう。どっちなんだろう。一旦こう行ってみる。多分すぐそこのドアなんだろうけど、軽く。誰かいる？うわ、ちょっとこのボディカム、揺れ、気持ち悪くなる人いるかもしんないけどね。なんすか？なんすか、こういうのもある。ただ、しゃがみはないんだよな。なんか、うん。あ、ここも開かない。うん。開かないから、バチだ。で、すげえなんか歯が入ってる。自分捜索しに行ってんだよね。俺が逃げてるわけじゃない。なんか誰かいるっぽい。多分こっちだよね。うん、行きましょう。開くね。いるか。撃つぞ。撃つけど、誰もいない？開くね。え、なにこれ？え、なんかかわいい。これなんか関係ある？ここ特に。で、ちょっと揺れが気持ち悪いかもしれないから、みんな気をつけて。鍵？これなんか関係あるのか？関係ないか。行きますか。とりあえず調べらんない。うん。何かある？すごいね、リアル。なんかさ、ちょっと前にバズった、もう実写にしか見えないボディカム風のさ、ゲームに、ちょっと似てるよね。もちろんそれではないんだけどね。Wait a minute. There's someone out front in the hallway. え、誰かいる？嘘。俺見えてるか？あ、いるいる、いる。あ、いるよ。いるぞ。あそこ。わかるかな？あ、こうやると見えるかもしれない。ほらほらほら。います。これさ、いやー、さすがにちょっと撃つとあれだから、一旦行きますよ。誰か見てるね。もしもし？どこ行くの？どこ行く？どっか行ったな。あ、いない。こっちか。来るか。来たら撃つ。Looks like someone's here. Eyes open. The prisoner is mentally unstable. あ、脱走したんだ。ここは？こっち行けないからいるかもしんないかね。急に。部屋の隅からは、みたいな。あ、そっちか。ここ行けないか。すごいリアル。なになになに？あ、誰かいた今。閉まったね。閉まったぞ。なんか来そう。音楽怖え。そこで？そこ。そこね。ここは違うな。行こう。あ、びっくりした。すげえびっくりした。あ、あ、次に進んだのか？これは。あ、いや、いや、これ元に戻ってないよね。多分進んだ。いる？
こっち開かないか。ちょっと暗くなってきたな。あ、いる、またいるよ、ほら見てる。撃っちゃうぞ。当たってると思うんだけど、ダメだな。いますよ。もしもし。はい。音でかい。音でかいっすよ。こっちは？ここは何もないか。もうリアル。何何？どうした？Sorry, we can't get signal. シグナル。You continue to record. Your video will be essential for the documentation. ああ、何？ We'll hear from you when the signal is cleaner. あらら、なんか信号が受信できないから、多分通信ができなくなりそうみたいな感じなのかな？これこっち？あ、いける。ただまあ録画するみたいな感じ、うん、録画しといてみたいな、そういうことでしょ。どっちだろう。いる、いるか。ここもまあないか。そこだね。うわ、リアル、リアルすぎる。どっちだ。こっちは違うか。このさ、椅子のとこに書いてあるこの鍵のマークは何なんだろう。囚人ってこと？このさ、パンダみたいなやつが可愛いんだけど。来るか。あ、なんかちょっと違うぞ。これ大丈夫？これ誰もいないね。これ関係ないか。すごいな。あ、なんか真上見えないわ。真下も見えないわ。ちょっと手しか見えない。あ、来そう。あー、今ちょっと油断してた。ここなんだ。あ、あれ、そこ出口じゃない？いや、ドアあるな。ここじゃないか。これは、うん、関係ない。なんかバリケードっていうか、板が打ち付けられてて。これ関係ないか。おー、これびっくりすんな、これ。急に場面転換。進んではいるよね、多分。何？やばい。It seems that the battery of the flashlight has run out. The night vision can help you, but it will give us a very limited view. 懐中電灯の電池が切れてナイトビジョンになってます。そういうことか。あ、来そう。やめてね。あ、あれ？撃てない。弾がない。弾がないよ。ちょっとなんで弾ねえの？さっきまで撃ってたじゃん。ああいう打ち尽くしたとか。いや、それはないな。誰かいるぞ、誰かいるぞ。そこになんかね、そこに血があるな。いるか。あ、暗いな。そっちだね。何かあるわけじゃないか。アイテムとか。あ、びっくりした。あ、いた、いるぞ。そこにいるぞ。いる？あ、ここじゃないか。ここじゃないな。多分隣。お、びっくりした。ああ、やばい。ここだね。行きます。いる？こっちは？こっち開かないわ。ここしかない。いる？あ、いる、いるぞ。これでも撃てない、撃てないけど、なんか苦しんでんな。ちょっと待ってね。こっちダメだな。いる、いる。やべやべ。あ、ちょっとケツが。ケツ。怖い。こっち来ないで。おお、びっくりした。あ、で、プリーズインサートテープに。あ、で、なんとね、これ2つゲームあるんですよ。あ、で、フラッシュ。レフトマウスボタン。え？ああ、こういうやつ。なんか、ちょっとしかできない。本当にフラッシュライト。フラッシュで、ちょっとブルーになる。いや、見えない。全然見えない。なんでこんな感じになってんの？多分そこだな。一旦、はい、行きます。あ、いる。誰かいる。あそこにちょっと。いるぞ。もしもし。いるぞ。おー、あー、やめて。
やめてよ。やめてくれ。え、連絡が届いた。やべえ。あ、いいんだ。でもこれで。進んだね。あ、終わり。早っ。サンキューフォープレイング。終わりました。めっちゃ短かったけど、すごいリアルで、自分が、そう、潜入してる感があるね。ボディカムって、やっぱり。うん。はい、というわけで今回はここで終わりたいと思います。もしね、この動画が良かったと思ったら、ぜひ、グッドボタンと、チャンネル登録、そして、たくさんのコメントお待ちしております。このゲームのダウンロードは、下の概要欄、説明欄に URL が載ってるんで、皆さんも買って遊んでみてください。それではまた別のホラーゲームでお会いしましょう。では。